マイケル・ガフは、イギリスの俳優。100以上の映画に出演した、性格俳優である。1989年の、バットマンに始まる4本の、バットマンシリーズで、羊アルフレッドを演じたことで有名。4本すべてに出演したのは、彼とゴードン総監役のパット・ヒンブルのみである。ガフは、マレー半島で、イギリス人のフランセス・アトキンスと、 フランシス・バークリー・ガフの間に生まれた。1947年の上演で映画デビュー後、イギリスのテレビに多く出演する。人気 SF テレビドラマシリーズ、ドクター・フーにて悪役、ザ・セレスティアル・トイメーカーとして出演。他に、同番組のアーク・オブ・インフィニティシリーズでヘディン・ギーンも演じた。ドクター・フーのジョシュ・ポリーを演じた女優アンネ・ウィリースを伴侶に、 するがに離婚。他には、小説ザ、雑誌タデルの、同名テレビドラマでは、ハリデー教、1986年の映画、愛と悲しみの果てでは、ディラメア卿を演じた。1960年代には、怪奇映画に頻繁に出演していた。1958年の、吸血鬼ドラキュラで、ピーター・カッシング、クリストファーリーと共演したのをはじめ、 ハマープロの作品に多く出演している。1962年には、テレンス・フィッシャー監督の、オペラの怪人。1960年には、国士館の恐怖など。ティム・バートン監督は、幼少時からのハマーやエープ作品のファンであり、そこに出演していた、リーや、ヴィンセント・プライスなどを、自分の映画に起用している。ガフもまたその一人で、バットマン、バットマン・リターンズにて、 羊アルフレッドとして起用した。バートンの監督降板後も、バットマンフォーエバー、バットマンロビン・ミスター・フリーズの逆襲にも、同役で出演した。映画シリーズが一旦終了した後も、2001年に、GM 社の子会社、オンスター社のコマーシャルにて、バットマンに、車の異常を知らせるアルフレッドとして出演している。バートン作品では後に、スリーピーホロー、 ティム・バートンのコープス・ブライド2005アリス・イン・ワンダーランドがある。ブロードウェイでミュージカルにも多く出演経験があり、1979年にはベッドルーム・ファースにてトニー賞のミュージカルジョエンダニュー賞を獲得、1988年のブレイキング・ザ・コードでも同賞にノミネートされている。マイケル・ゴフ・ハズ・ダイド。ATV トゥデイ 17マーチ c h 2011,http コロンスラッシュスラッシュ w w w f i l m r e f e r e n c e c o m スラッシュフィルムスラッシュこれスラッシュ mychael-gough.htmlhathttp コロンスラッシュスラッシュ movies.yahoo.com スラッシュ movie スラッシュコントリビュータースラッシュ1800032557スラッシュバイオハット http コロンスラッシュスラッシュ www.theperege.com スラッシュ p18350.htm ありがとうございます。